越後ときめき、鉄道本社越後ときめき、鉄道株式会社は、新潟県上越市に本社を置く、第三セクター方式の鉄道事業者である。妙高ワネウマ、ライン、日本海ヒ水ラインの2路線を運営している。日本海ヒ水ライン越後押上ヒス海岸駅火事、屋敷駅間のデッドセクション。左手前側が、交流 20KV60Hz 区間。 右奥側が直流線5 0 0ボルト区間となっている。2015年3月14日の北陸新幹線の長野駅金沢駅間、延伸開業に伴い並行在来線として経営分離される路線のうち、東日本旅客鉄道新越本線の三雄高原駅、直越駅間と西日本旅客鉄道北陸本線の一部利駅、直越駅間の2区間を運営する。 鉄道事業者として2010年11月22日に新潟県平行在来線株式会社として設立された。新潟県と妙高市、上越市、糸井川市などが出資している。2011年12月に社名と路線名称の一般公募を実施し、応募総数2215通の中から検討委員会等での審査を経て、社名を 越後ときめき鉄道とする旨を決定し、2012年7月1日付で、現在の社名に改称した。社名の、越後ときめき鉄道は、新潟県の旧国名、越後国を冠して、越後の玄関であることをアピールするとともに、心躍る様子を表す。ときめきに、佐渡市で繁殖と包丁が進められ、県の観光資源の一つでもある時をカタカナ表記で、廃止したもので、 明るい未来をイメージさせる社名として選定された。前景の北陸新幹線の延伸開業に際し、新規設立された3県の第3セクター法人のうち、越後とめき鉄道は、富山県の愛の風富山鉄道、石川県の IR 石川鉄道に2年先立つ形で設立された。設立を早めた理由としては、県内の経営分離区間における林県との相互。 直通運転区間が長野県と富山県の計算権にまたがっている点や整備新幹線制度のもとで JR グループ2社から並行在来線の運営を継承する初のケースとなり指令システムの管理方法の調整などに加えて全線が直流電化の新一本線に対し北陸本線は交流電化区間と直流電化区間が混在するなど 二路線で性格が大幅に異なる点。北陸本線の新潟県内区間の輸送密度が経営分離区間の中でも特に低い点など様々な課題が存在していることが背景にあった。法人発足以降、新潟県と沿線自治体による新潟県平行在来線開業準備協議会と共同で資金計画など各種施策の検討を進め、また沿線地域では 地域活性化セミナーや住民への説明会などを実施し、経営計画が策定された。経営計画では、引き継ぎから5年間は運賃を JR 時代と同水準で据え置き、6年目以降は値上げする方針を掲げていた。2020年1月16日、6年目となる同年4月1日から約30%引き上げることを国土交通省。 北陸新越運輸局に申請した。運賃説も参照。青日本海水ライン緑妙高和ネ馬、ライン2015年3月14日、下記の2路線を JR 西日本及び JR 東日本から継承して開業した。2路線とも営業上の境界駅を含めてすべての駅を越後と決めき鉄道が管理する。両路線の路線名の由来や運転形態などの詳細。 歴史については、各路線の記事を参照のこと。いずれも2両編成以下での運転時に、1両目、後ろ乗り、全部利方式の車内収集中式、ワンマン運転が実施されている。近接する他車線とは、列車の乗り入れを実施し、定期列車での直通先は、JR 東日本、北越急行、愛の風と山鉄道、IR 石川鉄道の4社にわたり、 このうち JR 東日本、愛の風と山鉄道とは車両の相互乗り入れを実施している。2017年4月7日より運行管理と指令業務を JR のシステムから独立させ上越市内の指令所から自社で2路線を担当している。開業からそれまでは2路線で運行管理は別に行われており、日本海水,水ラインは愛の風と山鉄道に委託の上、 愛の風と山鉄道線と IR 石川鉄道と一括のシステムで愛の風と山鉄道社員が石川県金沢市にある JR 西日本金沢支社の金沢総合指令所から指令。妙光姉馬ラインは新潟市にある JR 東日本新潟支社の総合指令室から配置した自社社員が指令を行っていた。越後ときめき鉄道のトータルデザインは 川西康幸が率いる株式会社一番線が手掛けている。車両のエクステリアや駅名標などのカラーリングは、妙高アネウマ、ラインでは妙高山のフレッシュグリーンと山並みをイメージしたもの、日本海ヒスラインでは日本海のブルーと荒波をイメージしたものが、それぞれ施される。一回ずれも JR 東日本から、直江津駅構内の直江津運浴の施設、設備等を譲り受けた。 直越運転センターに配置している。また、JR 西日本から、糸井川駅構内の糸井川地域鉄道部、糸井川運転センターも譲り受けている。直越運転センターには、全般検査、重要部検査以上の検査をできる設備を備えていない。ため、全般検査、重要部検査は、JR 東日本長野総合車両センターに委託している。 ET127 系電車は、JR 東日本所属当時に引き続き、長野総合車両センターが担当している。ET122 系機動車は前日の通り、JR 西日本基百122型をベースにした車両であるが、検査については、JR 西日本の工場ではなく、ET127 系と同様に、長野総合車両センターが担当している。キキ鉄道は、 自社の検測車を保有していない。JR 東日本と JR 西日本の2社から路線を引き継いだため、検測車はこの2社のものが入線する。明光はね馬。ラインは JR 東日本の E491 系電車が単独で担当するが、日本海水ラインは2社の車両が入線しており、JR 東日本機や E193 系機動車。 JR 西日本キア141系機動車、JR 西日本443系電車の3種類が入線する。観光列車、越後きめき、リゾート雪月下については、同社主催の旅行商品としての運行であり、料金も別体系である。詳細は、越後きめき、リゾート雪月下運行を参照。大人普通旅客運賃。2020年4月1日改定。 越後ごときめき、鉄道から隣接する各社の管轄する路線に、またがって乗車する場合、原則として、各社の運賃を合算するが、開業時から一部の区間で乗り継ぎ割引運賃が、設定されている。ET127 系の車内の運賃箱に置かれた、キップ JR 東日本の特急列車、白雪が妙高はね馬、ま、ラインへ乗り入れるため、特急料金が設定されている。なお、 白雪の特急料金は上越新幹線、北陸新幹線との乗り継ぎ割引の対象であるが、対象は JR 線区間分のみで乗車区間に越後ときめき鉄道線が含まれる場合、越後ときめき鉄道線部分の特急料金は割引対象とならない。座席指定席、グリーン席に関する対応越後ときめき鉄道では、座席指定料金、 グリーン料金を設定していない。このため、白雪や JR 線に乗り入れる臨時列車の一部に設定された指定席に乗車する場合、越後ときめき、鉄道線区間に対する追加料金は不要である。ただし、越後ときめき、鉄道線内各駅と JR 線内各駅の相互間を発着駅とする指定席券は発行されない。また、 2017年3月4日まで運転された日本海水ラインと新越本線の直通快速列車に連結されたグリーン自由席に乗車する場合、グリーン料金は JR 線内乗車の場合のみ必要とされた。自社で発売する越後ときめき、鉄道各駅からの連絡運輸区間は以下の通りとなっており、線区、駅によって範囲が異なっている。 判例 JR 側のみで設定する連絡運輸、通過連絡運輸越後時めき鉄道では、申し込みができないが、上記の連絡運輸区間のほか、以下の条件に当てはまる場合、直越駅緑の窓口、指定席券売機を含む JR 側で越後時めき、鉄道線発着、経由の乗車券を申し込むことができる。上降駅のどちらかが、JR の駅の場合上記の区間と重複しない、 区間のみ示す。上降駅がともに JR の駅の場合営業キロが 100km 以上の区間の乗車券については JR と同様に後戻りしない限り何度でも途中下車が可能である。開業以来、自社線内のみで営業キロが 100km を超える区間は存在しないが、他社線との連絡乗車券についても他社線の営業キロと合算して 100km 以上。 と山駅間であれば、途中下車は可能である。有効期間については、JR と同様である。ただし、自社線内各駅と大都市近郊区間に含まれる、連絡運輸範囲各駅相互間の連絡乗車券については、有効期間が1日となり、途中下車も不可となる。現在、直越駅等の JR 東日本間内の主要駅は、同社の、スイカの新潟エリアとして、 愛の風と山鉄道では、一部利益を除く全線全駅が、JR 西日本の愛子家の石川富山エリアとして、それぞれ IC 乗車カードのサービスを実施しているが、越後と姫木鉄道では、開業時点での IC カードのシステム導入は見送られ、にエリア間の通過利用もできない。JR と同様、手帳を提示すれば、身体障害者、知的障害者の割引が受けられる。 JR とは違い、精神障害者保険福祉手帳提示時の運賃も半額となる。下記の特別企画乗車券を、船内の友人駅で発売している。通年販売しているもののみ記載。2020年4月1日現在。以下の4種類は、JR 東日本の企画した特別企画乗車券であり、越後ときめき鉄道が在来線を管轄する駅では、直越駅では、 緑の窓口もしくは、指定席券売機、春日山駅、高田駅、荒井駅、明光高,高原駅は、マルスタンマツ、糸井川駅自社窓口は、JR 東日本ビジネス駅ネットを通じて発見される。ただし、糸井川駅では印を印した2種類のみ発売となり、発見時間が窓口営業時間のうち、8時30分から19時30分の間に制限される。 なお、上越明光駅は、自社窓口ではこれらの規格乗車券を扱わないが、JR 東日本緑の窓口で取り扱う。このほか、品野鉄道との境界であり、同社が管轄する明光高,高原駅では、品野鉄道北品野線の規格乗車券、北品野線フリーキップ、北品野線シルバーパスを2015年12月1日から、 な越駅では同駅に乗り入れる北越急行の規格乗車券、土休日の北北二日、フリーパスを2017年4月1日から取り扱っているが、これらは越後時きめき鉄道の区間では使用できない。JR 各社の規格乗車券については、下記の通りの扱いとなっており、県主によって利用できる区間の設定が異なっている。なお、以下に、記載のない規格乗車券は、 越後ときめき鉄道線内で使用できない JR 東日本発行 JR 西日本発行以下の特別企画乗車券は2020年3月31日をもって発売終了となった。ありがとうございます。